県内多くの小中学校の夏休みもいよいよ明日までです。鹿児島市では今日小学生が保護者とパソコンを使いアプリ作りに挑戦しました。42日間の長い夏休みもいよいよ残り1日。鹿児島市では親子で学ぶゲームアプリの開発講座が開かれ、市内の小学生13人が参加しました。もうすぐ夏休みも終わりますが、子どもたちはお父さんやお母さんと一緒にプログラミングを学んでいます。今日は鹿児島市街地がモチーフになったゲームの中で、人が動いたり魔法を使えるようにプログラミングしました。子どもたちはパソコンの使い方に苦戦しながら、講師や保護者に教わってゲームアプリを作成していきます。すごいってあんなリアクションする。ゲームアプリが完成すると実際に操作して楽しみ、親子で夏休み最後の思い出を作っていました。世界の終わりがどこか探してるところ。どうですか、やってみて今日は。あ、もうすぐ世界の終わり。最後の夏休みの思い出で、明日また最後の仕上げをして金曜日から元気に行ってくれると思います。最初は難しいと思ったんですけど、途中からなんか楽しくなってきて、作るのがやりに来てよかったと思う。嫌です。でもみんなに会いたい。思った以上にすごくこう楽しんでやってくれてたので、連れてきてよかったなって思います。元気にね、また2学期ね始まってくれたらいいかなと思います。はい、はい、夏休みの親子教室ということですけれども、いや私の小学校時代は今から40年近く前なんですが、はい、こんなものは当然なかったわけですからね。そうですよね。お父さんお母さんたちも勉強だったかもしれないですね。いや本当に時代が変わったというプログラミングということですからね、それにしても本当にいい思い出になったんじゃないかなと思います。はい、そうですね。はい。